パリオリンピック、五輪、ボクシング、6日、日本時間7日、女子66キロ級、準決勝、ローラン・ギャロス、パリ、木下淳、性別をめぐる騒動の架中にあるボクシング女子のイマネヘリフ、25イコールアルジェリア、が、スワンナペン、タイ、25対0で判定勝ちし、銀メダル以上を確定させた。試合後にコメント、世界各国から、 ペンだけで150人前後の記者が殺到した取材エリアでアラビア語で対応した。自分のために今日ここに来てくれたコミュニティの方々に感謝しています。期待していた通り今日は満員でありスタジアムに歓声が響き渡っていました。アルジェリア国民とアラブ世界全体に感謝しています。この成果を誇りに思い世界から注目される中で最高のパフォーマンスを目指していきます。 私は常に見事なパフォーマンスを見せたいと思っています。才能を披露したい。実際に私には才能があると思います。世界中の観客に楽しい試合を提供するため最善を尽くします。ありがとうございました。私も他のアスリートと同じように目標を達成するためにここにいます。目標を達成するためにここに来ました。 今日のパフォーマンスが最高であることを願っています。8月9日、決勝、もよい結果を出したいです。今回はパリゴリンに参加できて幸運でした。最後のトレーニングキャンプをフランスで15日間、行いました。アスリートとして夢を叶えるためにここにいます。今日は満足できる結果を残せて嬉しいです。もちろん、アルジェリア、 共和国大統領が私たちの一番の支持者です。2020年に知り合った時からずっと支えてくれました。アラブ世界とアルジェリアの人々、そして世界中の応援してくれる方々に感謝します。最高のパフォーマンスを見せるため、すべての経験を活かしました。この成果を誇りに思い、大統領に感謝します。私は高いレベルでいます。相手と同じレベルで協議し、 同じ人間性を見せることを目指しています。決勝では相手も素晴らしいパフォーマンスを見せることを願っていますヘリフは2023年に開かれた世界選手権で主催する国際ボクシング協会、イバによる詳細不明の性に関する検査で失格とされた。今大会の2回戦では相手のアンジェラ・カリイタリアが圧倒的な力の差を感じたのか開始46秒で棄権。 BBC スポーツによると、鼻に強い痛みを感じた。自分の命も守らなければならなかったと世界的な総合スポーツの祭典で話したことで、大きな騒動に発展した。騒動をめぐっては、イバのクレムレフ会長、ロシアが前日5日にオンラインで会見し、ヘリフのテストステロン値が男性並みに高いとして、男性、と断言。国際オリンピック委員会、IOC、 ノバッハ会長は、彼女は女性として生まれ育ちパスポートも女性と記されていると反論している。